Yeah.昨日ね、病室に戻ってくれたの。いや、参った。集中治療室なんて初めて入ったよ。落ち着かないね、あそこ。恥ずかしいとこ見られちゃったな。だから病院に来るなって言ったのに。何を？お見舞いに来て新規臭いつらしてんじゃねえ。余計具合が悪くなるわ。 カヌレ、外で食べたい。寒いよ。病室はいや。ほれ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 。甘いとか言ったらぶっ飛ばすかね。もっと食べてもいいくらいだ。軽い。とても。 どこかで安心してた。もう平気なんだって。病気なんて蹴散らしちゃう強い人なんだって。今がずっと続くんだって。ぬいぐるみが好きで甘いものが好き。か弱い。君は普通の女の子なのに。僕はバカだ。 弾いてる？やっぱり君はいじけてる。もう無理だ。大切な人は僕の前から去っていく。音楽は大切な人を連れ去っていく。 一人ぼっちになる。私がいるじゃん。私がいるじゃん。私ね、手術するの。2月18日。私は必死にあがくよ。あがいてあがいてあがきまくってやる。君のせい。全部全部君のせい。 私がぶざまにあがくのも生きることに執着するのも君のせい。君が私に君といる時間への未練をくれた。君はあがかないの。私たちあがくの得意じゃない。私たちは命がけであがく演奏家じゃない。 もう1週間もピアノに触ってない。指が私の伴奏の時だってそうだった。あの時はバイトでいつもピアノに触ってた。まともに弾けるわけない。こんな状態で弾けたら奇跡だ。また下向いてる。
てすぐ怒っちゃう。うっ私の中に君がいるよ、有馬昴生君。卵サンドが好き、モーモー印の牛乳が好き、あと何が好き、好きな昆虫は、何を集めてた、好きだったアニメは、知らないことたくさんある。何でも知ってる椿ちゃんが羨ましい。君のことたくさん知りたい。怖いよ怖いよ怖いよ。私を一人にしないで。僕はバカだ。暴力上等、性格最低、印象最悪。でも彼女は美しい。雪の中の君は美しい。